びっちょびっちょ、水も滴る臭い男、どうもイマジンです。この川ちょっと登って終わりましょう。長い一日だったね。でもやっぱり釣りは楽しいね。300日の悲しみ忘れず、リートダラスキョルの時代から、ここまで一番大切ものは魚釣り、ゴフグモ魚釣り、大量お願いって。バッカンのコース釣れるな。動画切ってから帰り道上から落としてやってたら、小さいのが2匹ぐらい釣れた。D コンもうちょっとでかい貼り付けたいんだけど、絡まっちゃうんだよな、これ以上。でかいのスキルと。フロントをちょっとでかくして、リアを小さくしてるっていう。よし。これだったら帰るぞ。今が2時半。やっぱ木がね、低幅がものすごいところは行くべきじゃないな。体力がごっそり持ってかれた。なんか去年ここで当たった気がするんだけどな。やっぱ、去年とは違うんだね。背中にかかっちゃって、あ、もう足がクタクタだ。グニグニになってる。棒じゃなくて、もうこれなんだろう、これグニグニになっちゃった。足がグニグニになっちゃって、ちっちゃいやつがいっぱいいるけどな、いつも通り。うわ、飛び出してきたけど、もう追わんか。パッチャーンって飛び出してきた。あ、クソ、抜けた。また抜けた。やる気のあるやつだったな。よしよし。お、ヤマメちゃんだ。えい。センキュー。えい。ヤマメちゃん、今日の食料。もし数は揃ったんじゃない？今年なんかヤマメが多いですな。去年は全然ヤマメが見えたらなかったのに、今年はなんかヤマメが結構見える。やっぱ疲れてくると口数も減ってきて、動画をご視聴の皆さんにはいいのか悪いのか私にはさっぱりわからないですけど。あった、普通に入ってる跡があるな。人がめっちゃ入られてんだな。じゃあなんだかんだ、まあ1週間いないぐらいだろ、あの足跡的に。まあ1日前とかはちょっとな、えっと思うけど、そうじゃなければ別に。ちっちゃいのがついてきた。まあちっちゃいのはいるでしょう。ここ問題はさっきぐらいのサイズのヤマメちゃんがもうちょっといてくれたら嬉しい。大きい罠、狩り潰されちゃったかな。大きい罠、まさか食ったり食べたりはしないよね。普通に逃がすだろう。いや、でも釣りのね、あんまり釣ったことない人が、釣りしたことない人が、佐渡に来て釣ってみて、大きいの釣れたら食べてみたいと思うもんだろうな。そりゃ、それは仕方のないこと。もうなんかだいぶ地形変わってんな。なんかもっと面白かったんだけどな、昔。ここもクソデカイ罠飛び出してきたとこなんだけど、飛び出してこんなクソデカイ罠、数倍とか。うわ、いた。そんなところにいた。ちっちゃかったけど、落ちパクだった。あ、また来た。そう、あれか、あそこの水の量が一番でかいからか、待ってんだな、の下で。あ、くそ、あー油断した。あんまでかいのやっぱついてないな。もう無理か、もう出ないか、さすがに。やっぱり数日以内に人に入られて叩かれた感じするな。バイトが浅い。まあ昼っていうのもあるけどね。全体的にバイトが浅いのは多分入られてんな、確実に。スーパー寄って帰るか、さすがに。時間的に。で、まあ、風呂は行くか。体拭いたらいいや。タオルで。めんどくさくなってきたな、風呂行くの。私がでも毎日入るタイプですからね、風呂は。でも別に、旅してるんだったら、こういう遊びしてんだったら、ドアがいても異臭だからな。あ、雨足が強くなってきた。わ、結構な、結構な雨足。なんか溜まる場所が少なくなっちゃった感じだな。こういうとこで出ててくれたら、超楽なんだけど。まあ、そう簡単には。それになんか、今年、鮎の姿があんまり見えないんだな。まあ、魚の姿は見えるんだけどね。見えるんだけど、こう、でけえってやつは出ないな。山登った感じ、まあ、一匹いたけどね、山に。でけえの。フックアップしないな。思いっきり食ってきたけど。あ、あれはアユか？ちょっとでかくなっちゃってるのかな。よし。あ、抜けた。めちゃくすいんな。最初の一発が一番でかいな。経験則から言ってもまあそうなんだけど。よし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 。はいはい。ちっちゃいヤマメちゃん。バイバイ。急に数が増え始めた。こういうとこ溜まりやすいとこには典型的に溜まるんだ。よし。あ、
今のちょっとでかかったぞ。時間的にでかいの出始めるようになったか。さすがに一回や口使わせたらもう出ないよ。しまった、今の結構でかかった。まあ黒い弾丸みたいなやつがビューンってこの下にいたね。この岩のちょっとドラグ出すぎてたかもしれん。今年ヤマメが多いな、本当に。全然違うんだな。こんな天気だからイワナいっぱい釣れると思ったんだけど、ヤマメもまあこういう天気好きだけどね。なんやろうね、イワナっちは出てこないっち。オッケー、はいはい。あ、これもヤマメ。はい。これはさっきのサイズと入れ替えかな。いや、これはリリースですわ。はい、綺麗なヤマメ。ほんと綺麗なんだよな。なんだろう、すっげえ楽しいんだけどすっげえ疲れてるからテンションがもう全然だね。まあ時期だろうな、多分。今年はもうちょっと早く来たらでかいイワナがいたかもしれないね。やっぱあったかいんだろうな。まあ人入ってっても言っても多分全然入ってないんだろうし、水温だろう、おそらく高いんだろうな。なんとなくそれは思う。イワナにとっては高いんだろう、水温が。もうちょっと早いタイミングで来たかったかな。あ、そうだね、5月連日晴れ続いてたもんね。割と海に行ったなぁ、こりゃ。サルフス村の伊藤的な、そういうニュアンス、そういうニュアンスを感じる。外部バッテリーのね、電池なくなっちゃったんで、とりあえず内部バッテリーの方でね、録画再開してますね。どっから切れたんだろう。まあ大したもの釣ってないから別にいいんだけど。今ね、15時3時、20分なんですけど、4時には16時には終わろうねっていう話をしてましたね。でまあ大して釣れてないけど、どこからかわかんないからな。まあでもまあヤマメばっかっていう感じですね。大きいイワナッチは出ないっち。こういう流れになってくるとヤマメが張り切ってくるんだよな。ほら来た。くそ。もうなんかパターン的にはそうそう、水温というか高くなっちゃってたんじゃないかなって。でイワナはでっかいイワナやっぱり海に、あ、取れた。でっかいイワナやっぱ海に行くし、ちっちゃいのは上に行っちゃうっていう。でこういうちょっと極端に言えば中流域的なところはヤマメばっかりになっちゃってるっていう、まあそういう感じだと思いますね。なんで佐渡だったらまだ寒いんじゃなかろうかと思ったけど、シーズン的には初夏、完全に初夏だと思いますね。前来た時は夜は一桁台で、割とガチガチの冬のシラフじゃないと寒かったっていう風な感じなんですけど、今回は夏用のシラフ持ってきて、夜寝てる時暑かったから暑ーと思って何度か目覚ましたから、だからシーズン的には初夏なんですね。巨大イワナはちょっと無理かもしれない今年は。まあ、それはそれで楽しい、ヤマメがいっぱい連れてくれると。よいしょ、ほらこういうのばっかっすね。もしかしたらイワナ釣ろうと思ったら上に登ってることを前提に登っていくか、頑張って海で釣るかみたいな。海の方が水温低いのかな。でも日本海だから低そうだよな。でかいイワナを釣ろうと思うとやっぱり登らないといけないのか。去年どれぐらいだっただろうな、12度とか13度とか測ってたっけ。測った気がするんだけどな、何度だったんだろうか。まあ私は食べるんだったらヤマメの方が好きだし、釣るんだったらイワナ系の方が好きだから、食べるって考えたらまあヤマメは全然あり。まああんま食べんけどな、ヤマメ大きいやつあんま少ないから持って帰れないしね。あんまりシーズンが早いんだな今年は。なんかね、スモールもね、多分だけどね、めちゃめちゃ早い時期にスポーニング行って、だら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 、それが5月の中旬ぐらいまで続いてた感じなんだよな。スモールもなんかね、変なだらだらだらしてたから、あ、くそ、ヤマメだな多分。ヤマメ狙うんだったらこのロッドじゃない方がいいんだよな。やっぱりバラシが多くなるからな、このロッドだ。ヤグレスブロンクは硬いからね。でっけえイワナががっちり来るんだと思い込んでたか。しかもこういう小渓流だし、4フィートありゃいいだろうみたいな。だったら、まあとにかくだ、ちょっとどうやってでっかいイワナを見つけ出そうかっていう、釣ろうかっていうか、どこにいるかなって感じ。今んとこ海か上流かってか考えてるけど、2つの川見ても、上流はガチガチに全部上流っていう、そういうわけでもないんだよな。公開型のイワナがあんな、滝というか堰堤登らないだろうしね。海行ってると思うんだよな。こういうとこも本当はイワナッチがたくさんいそうなもんだけど、いないっちね。水温だろう多分と踏んでるけど、基本的に私のでっかいイワナを釣る産卵は公開型のやつがちょうど河口にいるようなタイミングでいいじゃんみたいな
釣れるじゃんっていう、そういうのを狙ってたんだけど、こうなってくると30ぐらいのイワナ釣ろうと思うとちょっと骨が折れるな。まあイワナってそんなもんだよ。でも柵イワナなんてそうなかなかポン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 釣れるようなもんじゃない。たまーに釣れるみたいな。ちょっと感覚がね、ちょっとおかしくなっちゃってるからね、私は。サードと北海道で、まあエゾイワナの、わあすごい、ケイソウめっちゃ綺麗じゃんここ。え、うっそー、え、めっちゃ綺麗じゃん、ケイソウ、ここ。この高低差は素敵。縁があるぞ、縁が。落ち込みがあるぞ。素敵やん、ここのケイソウ。めっちゃ追ってくるけど。ちょっとでもストレートすぎるか、形が。川の形がまっすぐすぎるか。蛇行してくれないかな。綺麗だけど、ストレートすぎるな。どっちかって言えば真夏向きのポイントというか。まあ、ガシガシ進んでってみよう。まずは流れがあると。イワナッチがいるかどうかだな。いなさそうだな。うわー微妙そう。このプールは正直微妙。あまりにも流れが綺麗なんだけどね。微妙いな、微妙い。なんかお地蔵さんがあるけど、まあでもこっちから出てった方がいいでしょう、多分。よいしょ。うわー、こんにちは、よろしくお願いします。めちゃ怪我のないように見守っててください。速攻で怪我しそうだけど、あぶねー、鶴が。初夏だな、初夏になっちゃってんな。いやもう帰ってもいいな、疲れちゃった。非常に綺麗な形相してるけど、ちっちゃいな、川が思ったより。疲れた、限界かもしれない。帰らせて、さっきのお地蔵さんとこも出会いか。もう次エスケープゾーン見つけたら帰る。帰らせてくんね、佐渡。お地蔵さんとこまで戻んなきゃダメかな。なんかバイトしなくなっちゃった。俺が近づきすぎか、これは。ああ、アクションしてなかったんだな。マジ死んで疲れた、帰りたい、早く、一刻も早く。うわ、大きい岩が目立ってきた。はは、どういうこと。よいしょよいしょよいしょ、うん、ごめんごめん、変なとこガチガチ打ちつけてきちゃった。よいしょ、はい、ごめんね。イワナッチは出ないし、この辺から脱出できないか、どっか頼む頼む。消そうではあるか、行ってみるか。正直地蔵さんのとこまで帰るのもしんどいしな。よいしょ、うっそとしすぎ。こっちに道がなかったら俺死んじゃうぞ。まあると思うけどね。よいしょ、道だ、道があるぞ。おっこいしょい、おい、ふっ、そっから出られるじゃん。なんだよ。あれ？俺来たことある？なんかこの建物見たことあるような気がする。あ、疲れた。じゃあもうキャンプ場戻ります。うっす。